山脇浩二は、大阪府市場縄手市出身の元プロ野球選手。浪小高校では、牛島和彦、香川信之の一年後輩で、二年生だった1979年には、控え選手ながら春夏とも、阪神甲子園球場の全国大会に出場した。春の選抜大会では、準優勝。夏の選手権全国大会では、 比叡山高校との準々決勝に救援投手として甲子園初登板を果たしたが準決勝で池田高校に敗れた。3年生だった1980年には内野手及び控え投手として夏の選手権大阪大会に出場。北洋高校との準決勝に救援で登板したがチームの勝利には至らなかった。同年秋に内野手として ドラフト外扱いで阪神タイガースに入団した。入団当初の背番号は64。入団3年目の1983年に一軍公式戦へデビュー。1986年には当時のレギュラー遊撃手、平田勝雄の故障で一軍に昇格すると4月26日の対中日ドラゴンズ戦で一軍公式戦初本塁打を満塁本塁打で記録した。 この年以降は、主に三類、遊撃の守備要員として、1990年代の前半まで、バイプレイヤーとして活躍。その一方で、背番号を36に変更した1988年には、9月7日のウエスタンリーグ公式戦で、相手チームの長田俊則と主位打者争いをしていたことから、前後打席敬遠を記録している。その結果、打率。 3250で長谷に猛差で敗れて、首位打者獲得はならなかった。1990年では、一軍の公式戦で左翼の守備を経験するとともに、主に2番打者として18試合でスタメンに起用。シーズン全体では、自己最多の88試合に出場するとともに、打率282、1本塁打、8盗塁という成績を残した。 1991年には、背番号を4に変更するとともに、二類種としても、起用されている。1992年には、9月11日から12日の、対ヤクルトスワローズ戦に、試合途中から遊撃手として出場。3から3の同点で迎えた延長15回裏にシー二類で、全打者のトーマス・オマリーが、敬遠支給で出塁したことを受けて、西万塁で打席に臨んだ。 この打席で1ボール2ストライクから岡林陽一が、投じたボールにハーフスイングで対応したが、空振りという判定で三振に倒れたため、当時の NPB の試合規定によって、引き分けで終了。試合時間は6時間26分で、NPB 公式戦の歴代最長記録を達成した。1994年以降は、一軍公式戦への出場機会がなかった。 1995年10月6日に、球団から戦力外通告を受けたことを機に、同年11月15日付で現役を引退した。半身に席を置いたまま、1996年に1、軍の外野守備走塁コーチへ就任。1997年1998年には、育成コーチ。1999年に1000年にはに、軍打撃コーチ。 2001年2002年には2軍守備総類コーチを務めた。2003年に1軍の先乗りスコアラーを務めた。2004年に3軍リハビリ担当コーチとして現場に復帰。2005年2006年には2軍守備総類コーチ。2007年には2軍内野守備総類コーチを歴任した。2008年から2015年までは1軍のコーチを担当。 2011年までは一軍守備走塁コーチ、2012年には一軍守備走塁総合コーチ、2013年以降は一軍外野守備走塁コーチを務めた。試合中に相手投手の投球動作の癖を見抜くことが得意で、三塁ベースコーチや一塁ベースコーチを任されることが多かった。2015年10月15日に、 球団からコーチ契約を更新しないことを通告されたが、2016年1月1日に、阪神球団の契約社員扱いで、チーム付けのスコアラーへ転任。2016年シーズンには、一軍監督へ就任した金本智明からの要請で、球団史上初の動作解析先任スコアラーとして、活動していた。2017年からは、中日ドラゴンズの担当へ移動している。 2018年シーズンにもセパ交流戦の期間中まで中日やパシフィックリーグ加盟球団向けの先乗りスコアラーとして活動していた。しかし交流戦の開始当初に最終カードとして組まれていた楽天生命パークでの対東北楽天ゴールデンイーグルス3連戦に備えて宮城県仙台市宮城野区内に滞在していた6月12日に 宮城県迷惑行為防止条例違反の現行犯で仙台東警察署に逮捕された。山脇自身は逮捕の直後に容疑を否認していたが、翌13日が阪急阪神ホールディングス2018年度定時株主総会の開催日でもあったため、逮捕の一報を受けたばかりの住和夫 CEO が総会の冒頭に謝罪。山脇がスコアラーとして楽天生命パークで 楽天対中日戦の試合前練習を視察しているはずの時間帯にパーク外で逮捕されたことから阪神球団の要旨を検事社長はスコアラーを管理する体制の強化や山脇に対する厳正な処分を明言した仙台地方検察庁は2018年6月14日付で山脇を仙台管ー裁判所へ略式起訴同裁判所が山脇に対して 罰金50万円の略式命令を出したことから、山脇は同日中に仙台東警察署から釈放された。この処分を受けて、阪神球団では、翌15日に山脇とのスコアラー契約を解除した。山脇の公認者については、2018年は、前年まで楽天を担当していた大田隆を暫定的に楽天担当に配置転換し、 中日仙人のスコアラーは同年のみ不在となった。ありがとうございます。